斉藤さんは大地さんみたいにその幅広い年齢の方のお付き合いってありますか？あの年齢でくくれない方なんですけど、はい、三輪明宏さんから去年誕生日にお電話いただいて、で番号交換しないのに電話かかってきて、出たら三輪さんがハッピーバースデー歌ってくださってて、僕あの冷やし中華食べてたんですけど、冷やし中華立って食べました。立ち上がって、でもあの助言をたまにくださったりして、すごいね。斉藤さんのファンなのかな、三輪さんがね。いや、なんかあの前世というか、うん、であの近しい関係だったみたいな。そういうことなんですね。